さあ今回もシングルマッチがたくさんということで、さあ続きましては谷崎直樹対青木優、まあ若輩抜きの若手対現チャンピオンという感じとなります。そうですね、ちょっとこうなんていうんですかね、この早田選手と洋平選手がなんかうまく足してきたような、まあ、体がね、洋平で雰囲気は早田みたいな感じですよね、まあまあ、うん、そうですね、まあ、でもまあ一応実績できるもんじゃないからね、うん、頑張れ。谷崎選手はいつも青木選手のことは少年って言うんですよ。みんななんか青木少年って呼ぶんですか。結構な年齢。そんなにもう若くないですよ、ね。うん、そうなんです。まあでもなんか、北斗プロですよね。青木選手。うん。ああいうなんか巡業とかも出てたりしてる。まあ普段ね、ダブだけで出てるとなかなか巡業ってないですからね、うん、試合数結構多くて、うん、なるほど、まあいろいろ違う違う、うん、決して表には出てこない違う違う、まあ、試合数多くてなんかプロレスラーも寄せてみとかなそうですね、言われてみればレスラー感は確かに出てきました。そうですね、はい、あ、普通の人じゃないんだなっていう、ああ、それはありますよね、うん、業界にこう馴染んでくる、それ、その感覚大事ですか。クレクレ生まれの黒人だ。そうですね、そういうことですね。さあこの辺りの身のこなし軽やかに反応を立ちたことそうですね、そうですよ、名前もローマ字にしてるから青木です。そうなってくるといろいろ紳士服、紳士服ですね、完全に無理やりなんか変な呼び方利用とかたまにこう外人にこう青木ってことで青木って言われるタイプでしょうか、ね、僕に、まあ上田なんですけど、はい、まあ、どうですか、はい、上田とか読めるんですかね。上田は読めるでしょ、多分その言うで始まるとかありますか。基本、でも言うで始まったら言うで始まったことなんだ、うん、うで読み出さない可能性は高いですね。あんとか、ね、さあ、独特なんだ、サードロッカーあの試合は最高の練習ですからね。うん、もう私なんかもね、昔あの大阪プロレスとか、まあ、毎日やってましたけど、それこそあの三原
であったり、現九州プロレスの桜島選手であったりっていうのは、月25試合とかやってるわけですから、まあ、いざ同キャリアの選手とやった時に、もう試合運びの安定感が全然違ってきますからね。そうですね。青木選手のキャリアって何年目になるんですか？3年目入るよ。ああ、なるほど。でも3年目っていうとね、こう一番こう業界でも頭角を現してくるか、そこでこうパッと出てきた人間がその後その勢いをこう維持して売れていけるかみたいなところですから、結構大事な時期に差し掛かってますね。さあ、このあたり亀崎さんにチョップを対応していきますね。プロレスで試合を増やしてあげたいのが山々なんですけど、ダブルプロレスはいかんせん自分なんですね。ほぼほぼ一人なんです。無理系ですよ。うん、なので、バイトを募集します。ダブルプロレス。バイト、バイト、フロントバイト、バイトフロントバイトでやろうと思ったらなかなか大変ですよ。バイト、バイトフロント、フロントオブバイトってなるとバイト前線みたいな感じですよね。そういうこと。いや、フロントってなかなか大変ですよ、プロレス団体の。まあ、自分もね、一応元フロント出身ですから。バイト、TQ、だけど、行くか行かないか。次、だけど行くか行かないかぐらいやったのね。ありなんちゃいます？ぐらいで僕フロント時代働いてる時間と、ね、給料終わったら時給220円ぐらいでした。ああ、そうですね。シベリアよく売るより安いですね。はい。よくそれで働いてたんだ。1日10時間以上は当たり前でしたし、はガチで本気でやる気があったら募集します。はい、来てください。営業事務すべて、まあ、基本プロレスの情報は全部やってるんですから。さあ、この辺りは投げ返していきました。青木うちなんかお兄ちゃんにしびらいを起立されてました。ほう、結構10年ぐらいまで6流星とか恩給みたいになってますね、国から、はい、それをもらった時の僕、時給計算したら80円でした。2年間の時給計算したら時給計算したら80円だったら、まあでもそのシビリア抑留の時代の80円ってでかいですね。いや、今とは。ああ、時給されたら、あ、そうか、もらってるの今やから関係ないですか。80円か。これも早田ですね。そうですね、しっかりと受け継いでます。そうですね、早田ないんじゃないですか。このままだと早田なんですよ。まあ同じ、確かに、まあ同じ白さ、タイプ的にも似てますから。同じ白さと。でも早田選手最初最後の方ちょっと焼いてましたよね。そうですね。まあ、青木選手はね、源太郎さんに会うためにまたその白さをダメ出しされるというところから始まりますから、ね。そうですね、はい、毎回言われてます。毎回言われてますね。おお、いやー、このあたりそう簡単に攻めさせてはくれない谷崎直樹の厳しさ。ところ強烈。さっきはチョップ攻め、今度は膝攻め。
ぱりこう格闘技と一緒でボディに散らしてるからって、チョップに気を取らせておいて膝みたいな感じですね。おお、あともう神崎選手の流れよく見てますね。和製シェーマスを目指してます、ね、ラッシュだって何も映りますか。そうですね、白飛びしますから、ね、プリツ第一とかフランスキック流行ったんですビッグマッチやると本当に見えない本当ですね、はい、いい照明の会場でやると思うを決めて、おお、そういう感じで、おお、冷蔵庫から出てきた、冷蔵庫から出てきた、死体ですよ、最近の流れで、アンチってことですよね、まさに、おお。そう、ここを今ここ十字固めのような形で、うわーっとあと一歩結構入れるの。そうですね、あーっとこれ危ない、ここは本当に危ないですよ、あーっとぶっ刺さった、この壁を狙っちまって、そうですね、いいじゃないですか。久しぶりに見ましたね、わすごい、同じ人がずっと見てるんですね、はい、すごい引き下がりましたね。さあ、これをもろにもらったか、カサノバ、ここは2でクリア、全部出させる感じですね。となると、こっからは、この体勢はこれは食らっては危ない、現チャンピオンに丸め込み変えさせましたよ。さあ、もう一丁、まあ、体力ありますね、若いから。そうですね、うん、いやー、これ危ない、インプラントが突き刺さった、わー、すごい突き刺さった、わー、すごい突き刺さった、いやー、でもよく奮闘しましたよ、ね、そうですね、普通のいい試合です、はい、普通のいい試合、まあ、現チャンピオンから全部出させたという、はいはい、いや、まだまだあのね、カサノバ会あの、片腕決めるやつですね、はい、すごいよくわかるんですよ、昔のやつ、拍手を、どうか